て桜浜と言います、はい、お姉さんは桜に浜と書いて桜浜です。続けてます。現在2歳ですけれども、人間で言いますとまだ小学生ぐらいの子供の母様です。4歳から5歳で大人になりますので、あと3、4年、3年かけてゆっくりと大人になってまいります。まだまだ成長期満足あり、形が美味しくてみんな喜んで食べております。パンダ竹を主に食べますけれども、9割ほどは竹なんですが、あと残り1割はですね、雑食性ということで食べています。それでは本日はぜひ皆様と仲良くなっていただくために、ぜひおやつのプレゼントをお願いいたします。で、食べ方なんですけれども、あと2歳でもうすでに鋭いですが、焼きが流れておりまして、手だけではなかなか危ないですので、こちらの専用のフォークを使ってお願いいたします。で、おやつを刺してお渡ししますので、皆様お家の中にちょっとだけ入れてお待ちください。頭皮すごくマイペースですので、頭皮のタイミングで失敗しましたね。気長にお待ちください。食べたらフォークはすぐに抜いていただきますようお願いします。そのままにしたり散らしてしまうと、おやつが欲しくてフォークを持っていってしまうこともありますので、お気をつけください。これでもすごく力が強いですので、しっかりやったらなかなか感じません。でもし持っていこうとしたら、フォークは上げてしまう、結構です。また一瞬で食べてしまいますので、お写真を撮られる方、ちょっと回さないように気をつけてください。よろしければスタッフのカメラもお預かりしますので、お願いいたします。どういったのか、はい、またお一人様2個ずつありますので、ごゆっくりお楽しみください。お待ちしております。お客様は順番にお願いします。皆様の前に順番に投票を置いていきます。